ロングタームキャピタルマネジメント。ロングタームキャピタルマネジメント。英語、ロング、タームキャピタルマネジメント。略称、LTCM は、1994年から1999年まで存在した、ヘッジファンド。かつて、コネチカット州に本部を置いていた。運用チームに、ノーベル経済学賞受賞者らを集め、高度な金融工学理論を駆使して、 蘇生から数年は驚異的な成績を記録した。しかし取引再建のわずかな金利差から収益を得るために巨大なレバレッジをかけていたため、アジア通貨危機の結果起きた市場の大変動を吸収しきれず破綻した。LTCM はソロモンブラザーズ、現在はシティグループの一部ランドで活躍していたジョン・メリウェザーの発案によりアメリカ合衆国コネチカット州に 設立され、1994年2月24日に運用を開始した。LTCM の取締役会は、ドリームチームと呼ばれたが、FRB 元副議長、デビッド・マリンズや、マイロン・ショールズとロバート・マートンといった名人を加えていた。世界各国の機関投資家と富裕層から、LTCM は当初で12億5000万 US ドルを集めることに成功した。 出資者は多岐にわたる。口実する救済融資に参加した金融機関のほか、香港土地開発局、シンガポール政府投資公社、台湾銀行、バンコク銀行、クウェート国営年金基金、イタリア銀行、住友銀行などが LTCM に投資していた。著名人では、ハリウッドエージェントのマイケル・オビッツ、ナイキの CEO であったフィルナイト、 ベアースターンズ CEO のジェームズ・ケインなどが多額の資金を l t c m に提供した。さらには、セント・ジョーンズ大学、イエシバ大学、ピッツバーグ大学なども提供した。l t c m は金融工学、すなわち統計学的な最適解であるシンプレックス法を資金運用に駆使した。その運用方針は流動性の高い債券がリスクに応じた価格差で、 取引されていないことに着目、実力と比較して割安と判断される債券を大量に購入し、反対に割高と判断される債券を空売りするもの、レラティブバリュー取引であった。コンピュータを用いて多数の銘柄について自動的にリスク算出、判断を行って発注するシステムを構築した。また、個々の取引では利益が少ないことから、 発注量を増やし、シャドーバンキングシステムに頼って、レバレッジを効かせ、利益の拡大を図った。その後、1995年には、M、M&A、1996年には、金利スワップ取引、1997年には、株式や、モーゲージ取引のように、流動性が低く、かつ確実性の低い市場取引にも参入していった。 運用は1998年初めまで成功し、当初の投下資金は4年間で4倍に膨れ上がった。平均の年間利回りは40%を突破した。結果として、LTGM への信用が高まり、資本金65億 US ドル程度の会社が、UBS など各国の金融機関の資金1000億 US ドルを運用するところまで規模を大した。 1997年に発生したアジア通貨危機とその煽りを受けて1998年に発生したロシア財政危機が状況を一変させた。投資家が東南アジア諸国から証券投資を引き上げつつあったところへロシが8月17日に短期国債の債務不履行を宣言したので新興国の債権、株式は危険であるという認識が急速に広がったのである。 LTCM は、ロシア国債が債務不履行を起こす確率は100万年に3回、6シグマだと計算していた。LTCM のポジションは、新興国に対する投資家の動揺が数時間から数日のうちに収むし、いずれ新興国の再建、株式の買い戻しが起こることを前提としていたが、事態は逆へと展開した。結果として、LTCM の運用は破綻し、 資産総額が下がり始めてから約8ヶ月の間で1994年の運用開始時点の期待を下回り、1998年9月18日頃には誰の目にも崩壊寸前であることが明らかとなった。損失の合計46億 US ドルの内訳はゴールドマンサックスの調査で明らかになった。特に巨額であったポジションを掲げる。前述の通り、 LTCM は欧米の金融機関から投資された47.2億 US ドルを元手に25倍のレバレッジをかけて1290億 US ドルもの資金を運用しており、さらには1.25兆 US ドルに上る取引契約を世界の金融機関と締結していた。そのため LTCM が崩壊すると、ただでさえ前日の経済危機により不安定となっていた。 金融市場に多大な影響を与え、強行への突入も危惧された。ニューヨーク連邦準備銀行副総裁のは、LTCM が世界中の至るところで同じスプレッド取引を行っていることに気がついた。その成功を見た多くの金融機関が、LTCM の運用手法を模倣しており、それらも多大な損失を生み出していた状況であったため、手口は余計に目立った。 模倣者は事実上のステークホルダーであった。1998年9月23日、バークシャー・ハサウェイ、アメリカン・インターナショナル・グループ、そしてゴールドマン・サックスが l t c m の買収を提案した。これを l t c m は拒否したので、結局 l t c m に資金を提供していた14銀行が l t c m に最低限の資金、36億2500万 US ドル。 を融通し、当面の取引を執行させることになった。一市企業の救済は自由経済の原則に、そぐわないとして、計画に反対する声もあった。FRB 議長アラングリーンスパンは、短期金利の FF レートを1998年9月からの3ヶ月間で3回、引き下げるいう異常なまでの急速な対応を取り、LTGM 破綻危機により拡大した。 金融不安の沈静化を図った。救済融資の新時計と内訳は次の通りであった。ベアスターンズは参加を拒否。参加者はゴールドマンサックス、JP モルガン、メリル・リンチ、モルガン・スタンデー、クレディ・スイス、UBS、ソロモン・ブラザーズ、バンカーストラスト、ドイツ銀行、チェース・マンハッタン、バークレイ・キャピタル、ソシエテ・ジェネラル、リーマン・ブラザーズ、パリバ、 LTCM に対する救済融資は日銀特有のような単純な緊急融資ではなかった。一般的にヘッジファンドは従業員個人の再確が収益を支えるのでパートナー、運用者らは融資が返済されまで3年間は退職することが許されず、ボーナスや運用報酬はほとんどゼロというトレーダーとしては屈辱的な契約を結ばされた。 ノウハウはすっかり流出してしまった。ウォール街では、チンジケート団の株が売りを浴びた。1998年の年初から10月初旬を、比べた株価は、メル,ルリンチで1、4下落、リーマンブラザーズは4割も下落した。ゴールドマンサックスは、株式公開中止に追い込まれた。この年、UBS の会長は、LTCM 崩壊に起因する7億8000万ドルの、 損害を出して辞職した。l t c m は NHK から取材を受けていたが、同年11月、マネー革命で放送された。l t c m に対する救済融資のうち9割が1999年中に返還され、翌年までに l t c m は生産された。発案者のジョン・メリウェザーは、l t c m を生産した直後、JWM パートナーズという、 新しいヘッジファンドを開業し、2007年2月に起きた上海ショックの局面では、円高トレンドに乗じ、円、キャリーの巻き戻し、売りポジションの円を買い戻すことによる為替取引で利益を上げた。しかし、世界金融危機が起きて、同年9月から2009年2月までに、レアティブバリューオポチュニティ2ファンドで44%の損害を出した。 そのため JWM パートナーズは2009年7月に閉鎖された恐怖指数を証券化したレポカリ入れとバリューアットリスクを利用し楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。